今回ですけれども、サントリープレミアムモルツカオルエールからですね、限定の新しいの出てましたので購入してみました。ジャパニーズエールザプレミアムモルツ茜色エールですかね。このようなデザインで、オレンジと赤をこう基調としていて素敵なデザインになっています。特徴が芳醇でフルーティー軽やかな余韻のエールビールですということです。こういう感じですね。はい、それではこれからビール注いでいこうと思います。それでは注いでみました。こんな感じでエールビールらしい、こう濃い色をしていますね。ちょっと濃いオレンジがかったようなこういう色ですね。はい、で香りですけれども、エールビールっぽいこう濃厚な感じの風味ありますね。飲んでみます。味もですね、ウェルビール独特のこの濃厚な味わい、麦芽の甘さと苦さはそれほど強くないですけれども、苦味もですね程よくあって、でこのコクと濃厚な香り、これがいいですね。で一番最後にあのカオルエールの独特の風味みたいのが感じられるなっていう具合で、でやっぱりプレミアムモルツ後味すっきりなので、これもですねすっきりめなんですけども、他のカオルエールとかと比べると余韻がエールビールということで、濃厚な感じのコクがですね少し口の中に残って余韻を楽しめるなっていう感じがあって、すごく美味しいです。原材料のとこやってなかったんですけども、麦芽、外国製造国内製造でホップということで、麦芽ホップのビールになってます。アルコールが 6% なので、通常の 5%ビールだと 5% ぐらいが、通常ですけれども、ちょっと高めの 6% になってます。その分ですね、やっぱり後味のところでこのアルコールの、濃さっていうんですかね、その辺は通常のビールよりちょっとですねクッとくるなっていう感じもあります。このビールですね、エールビールの味好きな方にはきっと気に入ると思いますので、味も濃くて美味しいのでぜひですね、今多分限定販売にこれなってるので、この時期ですねしか飲めないと思うので、ぜひ飲んでみてください。美味しかったです。